はい、今日はね、また札幌一番どさんこ野菜炒めかぶってあるからね、このどさんこラーメンの野菜をねいっぱい入れなきゃいけないと思うんだよね。もやし、コーンとかキャベツ、これがね絶対必要だと思うんだよ。今日はだからニンニクマシマシのもやしとキャベツ、人参、ニンニクとお肉、コーンも入って、生姜も入れて、贅沢などさんこを食べたいと思います。
あらかじめ特製スープに調味油を器に入れておきます。500で3分スープ、油、3分だけど2分30秒お湯が沸いたらスタートしようかね。黄色い麺、結構黄色いよね、いつもの札幌一番に比べると。だいぶ沸いてきたね。よし、ついたな。じゃあスタート。これごまが入ってるからね。黒ごまが入ってるじゃない。黒ごまを少し足しちゃう。黒ごま増量。調味料。なんだろう、ラードかな。今日は麺を2分30秒残り1分。あ、ほぐれてきた、ほぐれてきた。お湯を300です。ごまいっぱい。あと20秒。じゃあ粉も入れるからね。早い。今日はね、ニンニクいっぱいに野菜炒め。あ、すごいよ、ほら、マシマシ。チャーシュー、メンマ、さあどうでしょう。どさんこ野菜マシマシニンニクラーメン完成です。はい、今日はね、札幌一番どさんこ野菜炒め香るってあるんで、今日はキャベツ、もやし、人参、この野菜炒めにね、ニンニクのスライスと豚肉を足しました。と黒ごまも増量。うん、うまい。野菜ニンニク炒めっていう感じだね。いただきます。うん、メンマもね、ニンニクメンマなんで、
ニンニクいっぱいです。やっぱり札幌一番とどさんこはね、野菜炒めだね。今日はネギをね、細く白髪ネギ風にしてみました。野菜炒めがね、たくさんあるんで、なんか一人前がすごく増量されてる感じだよね。うん、うまい。ラーメンって黒ごまがいいんだか白ごまがいいんだかわかんないけど、食べたら同じかもしれない。おいしい。お肉も入ってるからね、チャーシューもあって野菜もあって栄養満点。なんかね、うまいとかおいしいばっかり言ってるって言われるの、うまいからしょうがない。これキャベツがいいな。うん、キャベツ炒め最高。もやしはね、あまり火が入れすぎないように気をつけてんだけど、コーンともやしとキャベツ最高だね。これなんかカップラーメン食べるとすごくしょっぱく感じるんだけど、この袋麺の方がなんか健康にいい感じするよね。しょっぱくない、あんまりね、食べてる動画ばっかり撮るとね、なんか食べる時間が長いって言われるような気がするんで、感想だけ言って終わりにしたいと思います。どさんこうまい。うん、札幌ラーメン最高。札幌ラーメンって塩ラーメンって味噌ラーメンだけじゃないよっていう感じだね。ぜひアレンジしてみてください。